はい、こんばんは、うどんです。今日も信長寝坊新生 PK 武田勝利編続きやっていきましょうか。さて、いよいよ豊臣との戦いが始まった。徳川は織田に滅ぼされ、まあ織田に押され、でその織田も豊臣に押され、で、豊臣がついにここまで出張ってきた。まあ天下人秀吉ですね。天下人秀吉、勢力は、兵力は現在42万8000で、東は北条と武田と、で、上杉が北条従属。まあこれで伊達と北条がね、どうすんだろうね、これおそらく小競り合いするんでしょうね。おそらく小競り合いするんですけど、まあ能登から来るルートは、まあ伊達と北条が抑えてくれる。で、春日山はおそらく上杉に期待していいでしょう。春日山そう簡単に落ちるでしょう。耐久力7900、兵力12000、こんな感じ。これあれの祖豪よね、祖豪ジュニア、長宗我部で、毛利が危うい感じで、僕は現在木曽福島を落として、これ籠城設定したところで、そのまま木曽福島を守りたい。いかにすべきか。支援設定、まあ上だから2000か。こっちもね、支援設定欲しいんだけどね。上だから2000、ね、北が崩れてほしくないんですけどね。あ、鷹登場進中か。飯田城はまあ防衛設備ちゃんとしてるから多分大丈夫だろう。よし、帰った。これで木曽福島一回守れた。どうした、ちょっと嫌がらせの進軍。今ね、城郭4、次5にしたいな、早めに。ただ維新が足りてない。朝廷出しておくか。朝廷出して城5を取りましょう。掛川も囲まれている。だから掛川は追い払った。そう、確かにおじさんの役目。木曽福島、考えだけ作っといて、こちらに。連兵考え、米玉悪くない。上原城、これは一つ連兵撤去して、ぐあー急車か急車か、まあいっか。よし、ささ石田が来た。木曽福島回廊と飯田回廊ガチッと抑えたいですね。お、ここのみか。ああ、これは余裕そう。なんだかんだで三段滅ぼしてから、まだ時間経ってないから、まだ雪村ダメだと思う。ケチはまだか。いざ進め。ああ、まい。どうかご命令を。もうガチガチか。花山。
により勝機を見出すとき。これは下がりましょう。ご命令を下され。ダブル工作。ダブル工作はここ、ここは正路。あれもう終わった。特に何もすることなく終わった。そんな兵糧わずかで来られても。はいはい、じゃあ信康がポンといった。さて、よいしょ、お聞きくだされ。まあ木曽福島も残り29日なら大丈夫かな。一回変えるか。岩村落とせる、落と、正直落とせると思うんですけど、落としたところでねっていう。いかにすべきか。一回変える、一回帰って、一回帰って、まあ東海ですね。二股か浜松かに兵力貯めていきましょう。支援5000しもらおうか。よしよし。で小銭貯める。よろしいですか上田、最上、はちょっと厳しんちゃうかな。さすがにちょっと厳しんちゃうかなと思ってる。位置的に こいつね、作法だと軍学人かね、多分。あとこれ上田光次って出身が、出身なんだろうねっていう。これね、ここで見えないんだよね、施設が。施設見えないのがね、ちょっと不便ですよね。あ、やっぱ忍びだよね。まあ忍びだよね。じゃあ神原1枠余ってるところにも掘り込んどこう。ありがたき幸せ。忠誠は問題ない。あ、忍び陣所か。うん、忍びだから。うん、上田小諸、まだ雪村さん、足軽大将、チーム大久保、高藤城、信豊、深市城、おじさん、よし、そんな感じかな。いやでもなんだかんだで人ね、100人超えてるんで、人144人、かなり充実してはいるんですよね。北条125、基礎としての考え、申し上げたきことが、大官チェック、小笠原秀政が過労になってほしい。まあまだ先の話でしょうけど、工作か正労。工作はもうない。材木こと正労。まあ正労から入れとくか。正労を押さえておきましょう。掛川、掛川、また新しい松平が政務77、有能ですね。有能だな。松平の一門ね、わりかし有能が多いですね。あ、柴田茂、やっとこ。お聞きください。む、五分。やりきってみせまする。柴田茂、願えてる。
領内諸作。そういえば正行って二つはどうなってる？二つは何ももらってないのかな？二つはもらってなさそう。秀田は確かに意外になかなかなんですよね、あいつ。正行が意外にあれだから、正行の調略修行と言いたいな。正行調略修行を。まさき戦闘が49もあるわ戦闘49。本田正信もな、本当は本田までと思うんだけど。おお、あれ内政中かな、これは建設中。じゃあ正行を軽く2まで上げときたいな。よしよし、調略先導と任されました。そう、やっとちょっと調略してもいいかなっていう感じになってきた。もう赤い。神原4800。もうちょっと支援解除しようかな。ここは支援なく、いやーやっぱ支援欲しいな。ここ小城なんですよね、結構小城で、ここは支援が欲しい。正行が110日、臨戦が必要。じゃあ行くか。行きますかね。ああ、猿芝居の荒木はね、やろうってずっと思ってる勢力の一つですね。猿芝居のね、あの荒木にちょっと似た。開けちゃったりやっちゃったから、あれやったっけ？あ、猿芝居開けちゃやったな。猿芝居、あ、まあ何せよ荒木はそのうちやるつもり、あれは。わかりましたぞ。ナオトラが死んだ。イケが耐えた。農村掌握。上申いたします。駿府のね。あー、これあれだ、調略修行より調略修行より領内諸作の位置でもやった方がいいような気がする。これ そういえばあれですね、あの三好家の固有政策が公開されてましたね。三好の固有政策、一門の能力アップと軍団長が一門だった時の能力アップ。話を聞こうか。一門が上司の時の能力アップか。お、10部隊かよ。話はまとまったな。19万。まだ3つの城がっつり守りましょう。3つの要塞。いやー、でもね、三好ね、正直微妙だと思うんですよね。多分あの精度3の値段次第ですけど、精度3で仮に6000、7000だとするじゃん。一門の上司多分能力者で最大プラス9だと思うんですよ。あの能力値がプラス9されてたんです、実給さんが。だから1段階付きプラス3でプラス9で、軍団長が一門の場合、その軍団の全部の城が最大プラス4でしたっけ。いやー、ちょっと能力値がね微妙に上がるぐらいだとね、それだと別に能力値上げるんだったら別にあの公家のやつとかでいいじゃん。公家のやつとか最上のやつで、ちょっとね値段の割に合わんような気がするんだよな。ちょっと、ね、値段の割に合わん感があって今んとこ微妙。まあ実際やってみないと分かんないですけど、ね、
考えがあります。これを一回ガツッと受けて、能力値の効果もっと高くてもいいと思うんだけどね。月に5000、6000払って、たかだか能力値一桁プラスではなみたいな。頂上です。ああそうですね、武田一門とうまく武田の姫とかを正室に迎えれば、領内諸作商業、駿府の金を早く掘っちゃおう。ちょっと頑張、いや、まあ、頑張ろう。やり遂げてみせましょう。貴殿を主と仰ぎましょう。新規固有ね、今んとこなんだっけ、南部と分かんなくなってた。南部と三好と、ここの浪岡、南部浪岡、三好、斎藤、アマゴか。でも竜造寺どうだろう、鍋島がいるからなっていうね。あ、織田と豊臣はともかく竜造寺と鍋島だとどうだろう、優先順位低いんちゃう。美瑛高問題、心得申した。制作馬、我慢我慢、やりました。よしよし、さあカウンター行くか。少し工夫を加えます。もう正直最初から竜造寺で上げといてよって思うんですけど。ふん、城攻めですか、遅れてはならぬ。あーでもあれか、あの大友と立花が分かれ、大友と立花が分かれてるんだからワンチャンあるか。大友と立花が分かれてるんだったら、まあ竜造寺と鍋島も分かれても2つあってもいいだろうみたいな。はは、次はどのように。小中に収めます。我が主の力を。柴田、あー里見ね、そうですね、里見とかいいですね。海軍強くするんだったら相当強くしてくれないとあれですよ。海軍戦というか倍ぐらいにならないと意味ないと思うよ。城攻めですか。前田はないね。城が攻められているだと。ちょっとですね、僕じゃあセーフか。考えがあります。確かにね、確かに。じゃあな、僕じゃあ里見かな。あれ伸び込めなかった。あ、小室だもんな、もうこれ小室だもんな。いかにすべきか。いやだから回線する機会も少ないからこそ、機会少ないからこそみたいな。ちょっと待って、これ滝川と、あ、滝川とこれだ。滝川鉄砲隊、まあ何にせよ僕はね、今回の勝頼編終わったら、あのアップデまで申請お休みするっすよ。城を落としてみせる。ちょっとまあ言うて多分1日ぐらいしか休まないと思うんですけど、タイミング的に。いざ出陣。来週、いや言うて多分来週の、あれ来週の火曜だっけ、そこら辺だよね、アップデ。いざ出陣。シナリオ追加はあったらもう発表されてるんちゃうかな。婦人を始め、我らの拠点が攻められたか。お命令をいただきたく。おるおる。いざ
ちょっとまあこのシリーズが多分あと2、3回瀬谷旗を立てることを考えると多分あと2、3回だと思うんですよね。で1日休むかなぐらい。城を奪ってみせます、出陣します。酒井、これより集金に励みます。酒井から今日だよな。まあ実際どれくらいの勢いで前進するのかわかんねえしな。統率42か。ありがたき幸せ。さあ飯田城、秀吉が来てる。飯田城はガチガチに、あ、裏が多いなこれ。マジか。裏が本命、さすが秀吉。これね、ダブル交差ここに置いてあるから全方位に対応してはいるんですけど、一番裏が柔らかい。ご命令を下され。裏にね、エースを持ってくるとは。進軍を始め。命令をくれ。皆の者、進むぞ。とりあえず時間を稼ごう、少しでも。お指図。動くべき時は今ぞ。正路と交差のレベルが上がるまで。行くぞ、皆の者。行くぞ、皆の者。ああ、基礎福島がねラインになるのね。基礎福島と飯田がラインになるの。そうですね、そうなるね。やっぱりどうしても位置的にめっちゃちょうどいいんですよね。信濃と美濃のちょうどど真ん中で。行くぞ、皆の者。でそこを押さえておくと隣接する敵の信号も止まりやすいし。あ、やべ、ここまで踏み込まれてる。ダブル交差入ってはいるけど機動力10。どうかご命令を。皆の者、進むぞ。レベル2押してる。皆の者、進むぞ。前に行かないと。おお、さあ行くぞ。触られたくない。いかがしましょう。そうそう、木曽福島、飯田、春日山の3つをね押さえておくとね、東から西に行くときは。うわ、鉄砲庫か。触らせない。試されるときぞ。あれ、あれ僕今撤退させたような気がしたんだけど、なんか砲術か何か食らったか。お指し、鉄砲隊、敵を打ち払うぞ。は限界。進軍を始め。おいおい、ちょっと前に出てほしいんだけど、これ。鉄砲を構えるのだ。ゲー、また鉄砲か。お指し図。我が鉄砲の切れ。ゲー、ちょっとね、鉄砲がね。よし、でもこれで合計レベル5になったから敵の機動力が1。だからもうここはギリギリもう触れないんちゃうか。下がっていいか。ご命令を。はい、進むぞ野郎ども。遅れるな。触れられないと思ってるんだけど、機動力1で。
これ完全に完全に歩みを止めている。完全に歩みを止めてるし。大丈夫、うん、動き止まった。いい、また鉄砲か。いざ進まん。秀吉が突っ走ってるぞ。ケチはまだか。今長慶さんかなと一瞬思う石川一馬さん。うわー、またか。間に合わなかった。そう、ここの4部隊無力化したはず。負けるはずはないはず。負ける予定はない。勝てる。いや、仮に秀吉が城内に侵入したとしても、ダブルグラビティの範囲内なんで。めちゃくちゃ士気下がってるけど。なんだこれ、また砲術か。戦車がさっきからね、戦車でちょっと被害出すぎだね。これなんか五右衛門ですね。たやすく見切れると思うでないぞ。お刺しすね。あとは重力でなんとかなるはず。本丸が、本丸から弓を打ちつつ、よし、完全に止まりましたね。止まった。いやー、これにて勝利でございます。グラビティ勝利。ここ触られたら負けてましたね。これは時間停止もんですね。いやー、もうあとは待つばかり。実は結構ギリギリだったんですよ、今回の戦い。ここが触れられたら終わりだったんで。あとこれあれか、あと櫓ダメージか。櫓ダメージで秀吉が溶けていく。読み方に分があります。さ本丸の櫓はそんな大したダメージないですね。ダメージがあれだけありがたいんですけど。セールを置いたんだけど全部ぶっ壊されちゃいました。全部抜かれちゃいましたね。ここだけ残った。まあ裏側の材木庫じゃなければよかったのかもしれないけど。さあ、あとは名古屋が落ちれば。名古屋落ちる前に終わったか。そう、矢倉おまけですね。そう、なんだかんだで結構ね、砲術バンバン撃たれた。いやー、だからこそ敵の工作と精霊を本当気をつけないといけないんですよね。さすがにね、敵のダブル工作は見たことないですけど、たまたまそうなることはありうるんちゃうかな。83円。何もできねえ。そう、豊臣の火災、確かにね、鉄砲関係の、あれ、あー、最上か。なるほど、誰がやってんのかと思いきや、まさかの最上か。早く滅ぼしてほしい。もう早く滅ぼして、こんなん。なるほどな、最上鉄砲隊とはね。
これ僕ここで F 今日やっちゃうか。いや今日にならんか。4、8、9、10、11で、おそらく掛川の籠城戦成功するから、そしたら吹っ飛んで困ったな8スカと戦うと if 中ぐらい、まあいっか。我が部の見せどころか。まあ if 中になるならいいかなぐらいで。城攻めよ。ご命令はいかに。if 今日が欲しかったんだ。城攻めと行くぞ。あ、逆にここでイフジャケやって掛川を取り戻して、で敵地でイフかな今ね。いやこれ 敵地のイフできんのかこれ。あー、そうするかイフジャケやろうか。まず掛川の取り戻しので道を作ってって感じかな。ちょっと舞台数に兵数にえらい差があるな。まあここでまずは自領地取り戻すよ、威風弱で。で多分あの少数しか敵が集まらないんで、次で威風中以上は狙えるんちゃうかな。かルートが滝川。よし、我が部の見せどころか。何をする。はい、要所を制する時ぞ。正幸、次はどのように。初っすかね。15,000。だから8スカ突っ込んできやがったな。8スカ突っ込んできた。ありゃ、次はどのように。しまった。要所はわしらのものぞ。お指図は。よしよし、ちょっと滝が一歩ダウン、一歩下がる。なんか足止めってる。少し工夫を加えますか。敵兵の我が先方の前には物の数ではないわ。今こそ我が先方により勝機を見出す時。どこか行った。いざ、我が部をこの戦場に示さん。実際ちょっと出力の問題でやや連戦がしんどいですね。勢いは上回っている。おめでよ。みんな、敵の退路を封じるぞ。狙うは敵が退路ぞ。この戦法を見て勝敗を決めてやりましょう。我が部の見せどころか。うし、絶景の我が戦法の前には物の勝手はないわ。よし、実際僕のこのシナノの少数の兵力だとぼちぼちね、脳尾の出力に数で随分差がつくな。
回取り返して。何ですと、ありえぬ。でここでこれ含めて威風中、我が部の見せ所か。なんだけど一人米がやばい。城攻め、小諸の信行があかん。お指図、皆城へと引き返せ。もうちょっと待つ。いかにすべきか。よし、城を落としてみせる。8、9、10、11。もう左遷これじゃ待てない。木曽福島に来てる。いかにすべきか。敵を攻め立て。さあやりましょう。戦となるぞ。布陣を始めよう。8の8、ちょうどいい。稲葉一徹2万。2万、3万7000のうちね、2万が稲葉一徹っていうね。触らないように倒しましょう。大谷が今大谷巻き込んでないっすね。ははー、指図をお待ちする。ヘイラは歩を進めるぞ。お指図、我が部の見せ所か。敵を攻め立て。うわー、稲葉が早い。稲葉めっちゃ早い。やばい、稲葉のやる気だ。稲葉がやる気だ。敵の退路を封じる。少し、それは困る。それは正直困る。敵ながら見事。稲葉突っ込んできた。やだな。進軍だ。進め。指図をお待ちする。おげちゅ、鉄砲隊を前に出せ。ここはもう2人で。ご命令はいかが。わしわし、これ牙がもう終わってる。千代目は牙ないし、我が部の見せ所か。ご命令を。敵がの菊池、よし、滝川刺さったな、完全に。大久保がやばい。我が先方の前には物の数ではないわ。もう2つ確定かな。稲葉帰った。敵の退路を封じる。よしよし、これで終わります。終わりですね。奥さん撤収。奥がね、奥が何気に混乱持ちですからね。最後の超有能。指図をお待ちする。嬉しゅうござるわ。これで東海道ちょっと前進。ちょっと前進。2丁前進ですかね。これ二俣城も結局前線なんだよね。前線が2箇所。これ籠城セットがもう一つ追加ですね。そう、滝はね、織田を滅ぼしたんで僕が。
これで掛川から西名セットを前進。で、現在籠城セットは堺セットと小松セット、堺小松浜松で、これから もう一つ二股も必要になる。二股籠城セット、これは光力にしようかな。おテルコバあいや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 、でもあれか、いっか、テルコは確か正浪だったはず。テルコ正浪ちょっと惜しいかな。光力、ありがたき幸せ。光力これを排除、こっちに籠城を移す。テルコバはね、もうあのなんだっけ、シナリオ的に織田家にいるんですよ、滝川の部下として。なので織田を吸収したんでテルコバもやってきたっていう。正浪がちょっと足りなくなっているか。ここは確か正浪、ここは正浪3つ、1つ減らすか。うん、奥平を外すか。奥平を外して代わりに材木庫でも入れておく。代わりに材木、信孝で、セロこっちに一つ持ってくる。セロセロ、ちなみに二俣城は山城だよな。山セロセロ、もう一つね、セロ欲しくなるんだが、上ルートからも来るか。上からも来るな。下手すると3方向来るな。まあそこまでガチガチにしなくても大丈夫と思いたいんだが、もう一つセール欲しかった。あー今ね、勝頼が帰ったらもしかするといかにすべきか。勝頼が帰ればもしかするとセール増えるかもしれない。まあとりあえず今材木を入れとくか。あ砲台、砲台、まあ砲台はまあほとんど趣味の領域なんですけど、人次郎、人次郎、材木庫、人次郎、材木、アンド砲台。いやー刑事来ました。片付けない。下ルート、まあ甲状腺になるかどうかわかんねえけど、微妙に届いてんだか、こっちか、届いてんだか届いてないんだかって感じですね。これ砲台、材木、うわー真ん中に置きたいわけじゃないんだよな。砲台、正浪、正浪、人事力、いやー砲台ね、やっぱ絶対正浪の方が早いじゃんダメージ。まあこれでいっか。正浪、砲台、正浪、材木、人事力、このままね、このまま、もう一回威風中できるといいかな。このまま前進するんで。で、掛川は結構出力あるから、雪村はまだダメかな。ダメです。まだ足柄大将ですね。信雪。あ、僕、砲台どっちなんだろうね。
掛け側に信行やってくる。感謝いたす。まあ小諸はなぐらいですね。榊原はおじさんところ、テルコバ、安藤、鳥、秀康はあれ、可愛い増春院、ありがたき幸せにございます。旦那いるっけ。ああ同じ北条か。いや可愛い増春院置いとこう。そこそこ集まってくれてる。そうなんですよ。織田の城がもう結構出力がぐちゃぐちゃになってて、あ、いやすごいな開発力。そうでもないのか。イフでね取ってもね、けなんだろう、やたら市場だけ埋まってんね。そういう政策なのかな。やたら市だけ埋まってるのは商人心への効果かな。うん、商人心でなんか市場ばっかり進んでるんでしょうね。掛川籠城解除されたんだけど、考え米丼、連平一つ解除、進軍、二月の人ぶっ壊し、いやー CPU 同士の戦い、イフがないから必ずこんな衝動になっちゃうんですよね。衝動になった後、商人心でガンガン市場を突き進んだか。よいしょ。大谷を蹴散らし、戦となるぞ、婦人を始めよ。これも倒した方がいいな。公認部隊倒す。はい、この神滅んでほしいな。まあ遠からず伊達か北条がやってくれるはずなんですけど。歩みを進めよ、我が部の見せ所か。まあしかしあれだね、南部と浪岡の固有が入ったおかげで、なんか東北の固有がちょっと一気に手厚くなりましたね。もともと東北伊達と最上ぐらいだったもんね。少し工夫を加えます。ご命令を行く。ここが使いどころ。進んだ。我が戦法を見るがよい。歩みを進めよ。みな敵の退路を封じるぞ。狙うは敵が退路ぞ。鉄砲隊、進軍速度最大 75% ですからね。あ、ちょっと砲術連射が出始めた。2連射で止まった。どうかご命令を。危ない。指図をお待ちする。いざ我が部をこの戦場に示さん。まあでもこれで僕は正直ね、東北あんまりやる気なかったんですけど、東北のやる気が出てきました。詰まっちゃった、はい、敵の菊池を続け。ワンチャン間に合うか。それは少々。よしよし、長らく東北プレイやってないんですよね。僕多分新生伊達くらいしかやったことないんちゃうか。欧州って戸沢もやってないし、南部も津軽も、戸沢も南部も津軽も最上もやってないから。
すがに遠すぎるな。ちょっとさすがに遠いなあ。柿崎やったか。いかに伊達はねまたいずれやりたいんですよね。ちゃんとあの欧州連合をちゃんとやりたいんだよなと思ってる。どうして1回目は多分南部か波岡だと思うんですけど、アップデの多分波岡ちゃうかな。まあ言うて突然九戸かもしれないですけどね。とりあえず吉田落とすか。吉田落としてしまう。いやー どうせ廃墟なんでこのまま落として前線一つ前に出すわ。さらにいやー新生無印の時伊達はねしんどかったっすね。ほんとしんどかったな。新生無印の伊達は確か一回ギブアップしたんだっけな。豊臣をちょっとどうにもならなくなっちゃって無印だったもんね。上昇狙うぞ続け。いやー CP 同士のイフはねどうだろうね。あの一応籠城戦では出るけど城は取れないもんね。多分あの峡谷がより早くなりすぎちゃうんちゃうか。福島止まってるな。我が部の見せ所か。まああと何よりね、あの北の方でプレーする、あの北の端っこの方でプレーしたい理由として、あの同盟の仕様が新しい設定があるじゃん。あれの様子を見たいんですよね。我が部の見せ所か。1560年の浪岡とかでやって中央の情勢なんかのんびり見学したいな。はっ、今回は混乱もいるし、はい、ガンガンいきます。あれ今になってくるんかい。何をする。無印の弱小はね、本当あの混乱とかで小規模戦闘を繰り返すしかなかったですからね。今でもあの小規模戦闘すごい有効ですけど、今でも有効だけど昔はそれしかなかったもんね。敵の抜き口ぞ。お命令をいただきたく。敵の味方の命。混乱させた。我が手のひらの上で踊るがいい。伊賀は混乱待ち、家康に任せる。浪岡の場合、まあ、あの欧州統一して、まあ、半分見学みたいなプレーですね。どういう感じになるのか、外交が。いかにすべきか。僕あの同盟に関してはめちゃくちゃ期待してるんで、どんな感じになるか。まあぶっちゃけさ、新生と新生 PK ずっと遊んできてさ、歴史イベントで大体もう見ちゃったじゃん。なので歴史、まあだからといってオフにしたいわけでもないんですけど、起きなければ起きなきゃいいし、起きたら起きたでいいなぐらいでいいんですよ歴史イベントって今は。あ、そうね、プレイヤーがかからない地域での同盟ね。飯田は別に牧場必要なわけじゃないからお金温存。領内諸作の商業発展で駿府。やり遂げてみせましょう。あ、うん、そうだね、あの向こうからかなり向こうから来ちゃってるんで、それを裁かないといけない。始めよう。波岡なあ、あの信長の野望総天力に北畠顕家がいたんで、北畠顕家の能力値はあるんだけど特にグラスくないんだよな。北畠顕家を入れようかなと一瞬思いもしたんですけど。
まあ、実際問題どれくらい歴史弁、あの同盟オンにしたらどれくらい歴史弁とか潰れるようになるのかも気になるところですけど、結局リミッターがあったらあんまり変わらないんじゃないかという気もするんですけどね。ご命令をください。あと突っ込んでくる。はい、いざ向かう。何をする。他の要衝で鉄砲にて打ち払おう。我が部の見せ所か。はい、お指図、敵隊路を閉ざしてくれ。そうですね、同盟がワンパターンにならなきゃいいですね。あともうあの織田の周辺国がもうみんな織田に同盟出しまくったりとかね。まあでもちゃんとなんか毎回展開が違う形とかなりゃいいんですけど。毎回違う展開になっ、まあ、違う展開が欲しくてなんか同盟喜んでるんで。強行でいいよ。我が部の見せ所か。皆の者、戦の支度だ。敵将捕らえたり。ただよさん、まああとまあ、弱小国が強国に同盟するのって特に隣接であればあるほど難しいでしょうし、浜松籠城セットを前進してよし、浜松籠城セットを恩に着ようぞ。あれだ、これ吉田城がの、これから先吉田城が相当長い期間籠城すると思うんで、ここはダブル工作ぜひ欲しいところなんですけど、ダブル工作あんまり効かない場所だっけ。ここそうなんだよ、ここ確かダブル工作あんまり効かないんだよね。正路工作だから、まあガッチめにこんな感じで守るか。ダブル工作強いけど場所結構ね、意外に場所限定されてますよね。緊急修復。お聞きいただきとし。まあ吉田でがっちり守りましょう。なまあなんまあでも鳥羽まで行くのもな。鳥羽城は平城。ああ鳥羽はダブル工作強いとこですね。いやでも絶対に両方囲まれちゃうね。いやー僕ね、無印の時にね、無印の時この東海道の吉田を守るのね、結構心折れてたんですよね。毎回ほん、まあ、籠城できるようになったんだけど、本当ありがたい、本当にありがたい。掛川に信行入った。浜松でもまだ残骸みたいな場所。穴山これ正路担当だな確か。まあこんな残骸みたいな場所だったらか、まあ一括適当な侍大将で内藤。そろそろね、軍事性取らないとって感じですね。さっさ水の矢徳姫何条。あ、村松殿か。村松殿のべきんとこじゃねえな。そうか、真っ先今ここにいる。今の内藤家康と親愛、これをちょっと撃退しましょう。撃退がね、先っぽの方なんですよね、またこれ。先っぽの方を、いや各城まではさすがに。あとやっぱり手持ちですよね。
なんかね、新しい何かを見つけたい気持ちはあるんですけど、なんかなんだろうね、馬、いやでもね、結局馬術と砲術では何もならんよね。まあ相殺できるぐらいですかね、馬術砲術の場合。それは上場。くそくそ、これ端っこまれるとかね、本当なんだよな。名の者、戦の支度だ。そう、伊勢の一番下の城まで行ってもいいんだけど、まあちょっとまたダメだな。そうですね、地形の面白さはね、三国志と違うところですよね。少し工夫を加えますか。お指図、いかにすべきか。軍を進めよ、行くぞ。弾がでかいな。一回ね、これの主力部隊帰りたいんですけど、帰ると城が落とされちゃう。いかにすべきか。王将を制する。結構でかいのが多い。ご命令はいかに。お指図、要所を手に入れる。続け。岡崎ね、開発が終わってればね、さっさと家康入れたいんですけど、岡崎も多分残骸みたいな城でしょうね。少し工夫を加えますか。要所を守るのじゃ。ご命令を下され。2対1。運を進め、行くぞ。どうか。とりあえずこのあれ、荒廃しきった東海道を、荒廃しきった東海道をなんとかしつつ、そうそう、火花はあかん、気持ちいいっすよね。なんか序盤のうちは牙がすごい強いけど、大兵力の戦いになると、そこまで圧倒的でもないのが、ちょっとバランスとして大好き。まあ本拠移転ね、いずれやらなきゃいけないんだけど、金がねえないってなるから本拠移転する。金が、あれ残っちゃった。ここに早く終わらせましょう。はい、少し工夫を加えます。いかにすべきか。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。そうですね、いつも補給拠点あんまり役に立たないんで、今回は補給拠点役に立つようにするためには、早めに設定して商業を上げていきたいところ。ることぞ、ありえません。場所的に言うと掛川とか浜松とかが補給拠点にいいんですけど、でもね、そうするとこれまだしばらく出力が惜しいじゃん。買い帰りたいな。停戦はね、できなくて。して話とは何じゃ。腰病の火災は今うちにはいないと思うな。あとね、小笠原、この小笠原じゃない、この小笠原秀政、これをね、最終的に火災にする気満々なんで、金銭収入さらに減るけど。いや、まだ そうなんですよ。小さくてね、商業地高くてね、金山掘れるとことかね、素晴らしいんですけどね。だから案外岩殿とかすごくいいですよね、補給拠点に。向きが全然逆なんですけど、向きが逆すぎる。まあとりあえず帰るか。
あーでもダメだ、このままだったら今帰ると吉田が落ちちゃう。もうね、帰れない帰れないをやってるとね。次はどのように。帰れない帰れなんだよ、帰れない帰れない。お指図を頂戴したくね。去年の方でね、手頃なのがあればよかったんですけど、残念ながら金本当に金ないしな。我が部の見せ所か。家康帰る。はは、皆の者、騎乗せよ。四部隊。お指図。我が部の見せ所か。とりあえず四部隊維持。よし、これで城郭5を取れるようになったんですけど、取れるようになったんですけど、ちょっと収入が、小銭を貯めたいですね。銭を貯めたい。ちなみに駿府の開発はまだまだだなまだまだだな。僕はね、多分制作結構入れてるからだと思う。特に城郭かなり頑張ったんで今回。吉田の修復も必要。お金お金ないっす。米売ろう。米売って売った金で吉田を修復して、どうぞお任せ。またお金がなくなる。あー、楽市でほんのちょっとはプラスになるかな。ほんのちょっと。軍事さんのために。分かりました。軍事まで確かあと2つぐらいだったんだよな。できればね、小荷田と城郭を後上げてプラスぴったり20にしたいと言いたいところなんですけど、あと馬術指南もね、あるならあるで構わない。城を奪おうと許せぬ。牧場作る金がない。あ、これ威風弱できるな。お、港承知つかまつった。あー、二股に来られるの困る。これでもちょっといい感じの威風弱化できそう。何をするの。ちょうどよい威風弱。ご命令はいかに。まこと喜ばしい。停戦できないんですよね。時によいは兵を奮い立て戦ぞ。あれ、ちくしょうこれがね、抜けちゃったんだろうね。この2部隊だったら無視していい。そうですね、名所復興全然できてないですね。もう少し待てばいけるけど、この不破の1万とか来られるとね、ちょっと兵力的に若干不安だな。ご命令はいかに。おげちゅう下がる。掛け側から伸びきくるか。どうかご命令を。わいやー、72日だったら何でもできる。いけるいける。あ、そのまま殴りに来た。マジか。我が部を示す時が来た。あ、左を巻き込む。4の5。
5。いやーちょっとしんどいですね。荒木9000、中川5000、3000、吉田の籠城、いや解除してもあんまり見ないな。まあ信行を待つかな。信行待つは別にこれよくないんだ、これ待つぐらい倒せばいいんだ。松を倒しながら我が部をゴロ波にかかった、縛り上げ、ありがてえ。マイトモサシズ願いますか。行こう。進軍について。国衆はまあ一応言っとく。モサシズ願いますか。ゲッ、今度は9000が刺さる。示す時が来た。良くない4対5、非常に良くない4対5。この2人を待とう。この2人を待つ、待って、昼夜めちゃくちゃいい。挟まれる挟まれる。よしよし、6を。この忍者で防衛ちょっと楽になるかな。5000、5000、9000、うん、すごいっすね。なかなかし、なかなかちょっとしんどくなってきましたね。太鼓越えてだと城を落とした直後が一番むしろしんどいよなみたいな。はい、要所を取りに行く。他の要所で城を落としたと割とずっと何もできん。これ裏を取られるか。いかにすべきか。ちょっと信行やばめ。おげちゅう、ご命令を。進軍だ、進め。ちょいやばめ。続け。あ、いや、ラッキー、あっちにいてくれた。こいつはラッキー。お刺し。少し工夫を加えます。よしよし、これで落とせるでしょう。敵の対応を翼。そうそうか、なんかもういっそ捨てたくなるんですけど、だから取ったばかりの城を、取ったばかりの城に敵の大軍が押し寄せてくると、もう捨てようかなっていう気になる。軍略というものを見せてくれ。あれ、教育されてるし。いかにすべきか。我が部の見せどころか。敵の退路が狙い目。ここが使いどころよ。我が戦法を見るがよ。終わっちゃ終わるよ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。わしの軍人、停戦できるならね、停戦投げたくなるんですけど。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。戦抜き取るかさすがに上がらないと思うよ、波岡殿。それ上がったらやべえっしょ。上がったらちょっと面白くなっちゃいますよ、多分合戦が。面白くなると思うよ、合戦内の速度が 70% 上がったら。ありえない。常に早掛け状態みたいなね、全員全員マックス早掛け状態みたいな。うわ、流しの落として、やってやれなくもないなこれ。あ、いや、耐久6300か、無理だな。で、これ二股良くないな、これ。ちょっと間に合わないんだけど、これ。あ、いや、そんなもんないか。いけるいける、守ろう。
これ帰っていいかな。吉田は守りきった。よし、吉田は守りきった。この部隊は二股迎撃できると思う。帰る。さすがにね、流しの無理ですね。一回帰って。お金が675円しかない。いやそんな貧乏すぎんだろこれ。あれーすぐ来た。すぐ来た。すぐ来た。うげーうげー。そうなんですよね。だからといっていつまでも帰らんわけにもいかないし、帰ったら帰ったってこうなんだよな。くそぬくぬくしやがって。さっさと滅ぼしてくれ最上を。僕これなんかできないのかな。ではまあ宝珠はずっと不審なんですけど、なんやずっと不審って。伊達と同盟して、伊達と同盟して、いざ始めよう。ああそうだね、北条の防衛微妙。一部隊。それでよかろう。ちょっと吉田を守りきれないかな、このままと。伊達と最上はね、婚姻じゃないはず。あの最上はもう豊臣に従属してるんで。なのでね、さっさと伊達を滅ぼしてくれりゃいいんですけど、最上を。なんかあんまりもう一歩いかないっすね。いやー、支援すると今度は兵力が足りなくなるんちゃうかな。一応やってみよう。二股に支援してない。まあ二股は逆にちゃんと設備整ってるから、そうですね、政宗にはもうちょっと暴れん坊してほしいんですけど、補助戦できるようになるまで、まあ2ヶ月あればさすがに回復するとは思う。ああ豊臣が絡むからね。確かに豊臣の兵力を見ちゃうんですよね、防衛軍の。あとはね、北条と小競り合いしたっていうのもある。おっ秀忠来た。秀忠来たぞ。老子なんで、もしかするとそこそこいい設備かもしれん。あ、小坂一人生まれた。これで領内問題中。不二方片付けない。鈴木定雄、小笠原武将になった。火災は過労からだよね。もう一歩小笠原頑張っていただきたい。もう一歩で次遠いな。次はすげえ遠いんですけど、あれだな、大官小笠原の位置あれだ、お寺さんとかにしよう。小笠原、お寺さんじゃないの、庭園に獲得勲功プラス 25%。 これで工作が1人増えた。工作が増えたけど、工作増えたけど、これ滝が、滝川と定湯が別の隊の滝川隊になってる。
鈴木重則外したら、騎馬10がなくなっちゃう。重則じゃなくて一旦さっさに変えるか。さっさ。ありがたき幸せ。あとは下方を外す。秀忠は材木庫。あ、意外、まあ材木庫いいよ。あとはバフになりそう。いや、まあ正論はもう全部使った。工作は今入れた。材木を感謝いたす。材木将軍が材木を増やしてこう。いやー、領内諸作要員は本田正信とかがいるから全然。あっ、ウラク、小田ウラクさえ砲台を砲台入れていきましょうかね。工作は一人増えたんだけど、グラビティは吉田に増やすか。でも今からと間に合わないし、どうせダブルできない。好きもんちはとりあえずね、大砲より火砲を持ってきてほしい。いっか。飯田にもう一つグラ、まあいっか、うん、ドラグーンね、もう一人のドラグーンをどっかに行って考えるんだけど、まあまあ今そこまで困ってるわけでは。家康のとこにドラグーン一人あげるか。これ久能は確か青鸞だったはず。秀康、ありがたき幸せ。じゃあまあ竜騎兵は分かりやすく家康と正行にしましょうかね。またかダメだ、ごめんなさい。あれ、整合性取ってなかった僕。いやー、はははは、無念でござる。よいしょ。そう、治療の後に、治療の後になりましたね。信長の野望、神聖。すいません、僕は昨日落ちた後整合性取りやかったんですけど、整合性取ってなかったわ、忘れてたわ。あれ、これどっから、多分そんなに時間かかってないと思うんですけど、こっからだ。あー、これからですね。分からなくなっちゃった感謝いたす。大関、ありがたき幸せで、本秀忠、そうですね。特にこのたっぷり、こういうたっぷりな人の配置やった時はやった方がいいですね。ありがたき幸せ。で、竜騎兵をそう、苦悩を外して秀康、あー、裏臭いかと、上田に、鈴木重成で、ここでフリーズした。そう、あと小笠原のところに勲功ね、大事。そう、滝川がいるんだよな。滝川のね、重ね、あ、まあでもまあ滝川の重ねは使わないな、さすがに。これで
ミラクサイどこに、あ、これだ。ミラクサイ、長安がいる、氏真、あ、氏真も出世してる、織田浦く、片付けないということは、ここに氏真を連れてこれる。感謝いたす。家康のとこ開いた。鳥居、大久保、内藤、みんな使ってるから不要。よしフリーズ対策しときましょう。これガチフリーズ対策を。秀忠別に政務基準できると思いますけど、秀忠にこだわる必要がなくて、現状の手取り手持ち、確か板倉とかがいたはずで、吉田城は結局これ頑張るってことでいいのかな。違う違う、もういいのか、うん、吉田頑張る。相変わらず金がない。やりました。これね、飯田と木曽福島はがっちり守れてるんですけど、東海道ラインが怪しいですね。1万接近する。ね、金山掘っても貧乏ですね。あれ間に合わない。援軍外さないとダメだな。援軍外して、援軍外すると500人で守らなきゃいけないのか。裏から来る。うん、500人で守ろう。2部隊なんでいけるかも。お、援国お金がまたなくなる。お金なくなっちゃうんだけど、援国。いや、陛下触らないように、触らないように。で、今1ヶ月ぐらい、あの兵の復活待ちですね。嘘、もう来んの？一部隊で？ああ、そうね。学装があったらね、気持ちよかったでしょうね。一部隊はさすがにちょっと舐めすぎ。舐めすぎ。こういう時ラッキーですね。10倍以上いるから余裕っしょって即回線するの。お指図を頂戴したく、お命令を。兵力的にはね、確かに10倍以上いますからね。いざ行かん。砲術6なんで近づいちゃダメ。いざ行かん。いざ行かん、いざ行かん言うとるわ。いざ、ずっと言うとるわ。いざ行かん。いざ行かん。あー、こっち来たか。もう砲術もあったら解けるんで捨てざるを得ない。ご命令。こっちに来てほしかったな。あ、ラッキー。ご命令。どこに向かってんの。いざ、いざ行かん。どこに？どこに？いざ行かん。よいしょ。YouTube の広告の話をする。いや、僕ずっと設定5年前と変えてないぜ。なんか割とずっと同じ設定よ。いざ行かん。えらよ、スメイク。さあ、えらよ、スメイク。
ついに一つ壊されちゃう。いやー、なんかなるべく安全なところを狙ったんじゃないですか。ついに来た。5秒すきったね。わ、これ本丸直撃コースってきたか。あー、別にそこら辺は多分な、ごめん、ちょっとごめん、正直よくわからん。正直よくわからん。あんまりなんか真面目に、なんかそこら辺真面目にやってないから僕。本丸来られるとさすがにちょっと困る。うおっ、あっ、でもこれなんかな、ちょっとなんで2回撃ってんだ。近づくと撃たれ、近づくと撃たれるんだけど。いや、でも なんか全然減ってなくない、これ。押しております。よかったよかった。全然大丈夫。もう一部隊じゃ縄文壊すこともできてね。なんだかんだでここの材木庫でレベル上げたからじゃないかな。さすがに壊されそうな感じが。どうだどうだ、壊れる前に退却してくれるといいが。ダメかな、壊された。まあでもまあまあまあ、これはもう守れてどこ行くねん。よしよし。いやー、なんか裏材木庫が、材木庫が結果的にうまく機能してくれた。よしよし、威風中、あれ威風中、そんなちっちゃい威風中ねえよって話なんですけど、まあ籠城戦だからね。でもとりあえず近場の敵が吹っ飛んだのが幸い。吉田城これで守れるか。兵力525必要。浜松から兵を連れてくる。掛川からも連れてくる。吉田3000。いや、そうですね、材木庫プラス縄文のコンボが強いですね、今の良かった。次は11万、次は6万。なんで2回に分けた。今回ね、二股の方が怪しいかな。いや、でも二股上のみ、上から来るところに青楼とダブル縄文と大砲と材木、この材木届いてない、ギリギリ本丸に届いてるかなぐらい。で出られる、まだ3000、あと1ヶ月ぐらいかかる。ちょっと出力が低いですね、うち6000、7000、1万5000、6000、駿府と上田、せいぜい威風中ですね、僕。織田のデカ玉相手だと1万超えるようなデカ玉がわらわら来るようなね、あ、豊臣、1万わらわら来るような豊臣相手だと3000のね、小玉とかよろしくないんで。あれか、あ、修理入れとけばよかった。
金がねえわ金がねえわ。売るかな。1700か。1700だったらまあいいか。まあ学装、あの学装がうちにいねえから。そうなんですよ、城が弱すぎて。この広告寺の6000ですらうちの中では結構ないい球なんですよ。岩戸の6300も掛け川がね、新しくそこに加わったんですけど、掛け川すんか。お、港だ港だ、港来たぞ。心得申す。サバユウサッサ、滝が滝が小笠原、滝が小笠原、サッサは固定。まあいいかこれで。そうですね、浜松のね開発がね進んでくれればねいい出力になるんですけど、あ、浜松もっと人入れよう。てか浜松もっと強い城にするか。滝が独立させる。あ、雪村だ。雪村がついに独立。駿府、駿府、いやーでも駿府はね開発進めてほしいんですよね。いやーでも駿府だ、駿府に雪村入れるか。伸びきは掛け川にいるし。雪村ついに独立。雪村独立した結果、信行が大幅パワーダウンかな。信行大幅パワーダウン。ちょっと待てよ。浜松にね、浜松におじさん入れよう。片付けなし。どうしても困ったらね、おじさんがね、あの正論ばらまきにくっつけど前線に。ただそこまで正論に困ってるわけじゃないから今。パもないから下方。ああ。ありがたいの。まあどっちかというと開発メインで埋める感じで、おじさんが。で信行が。法術系にするか馬術にするか。馬術、法術が法術一人、法術ダメだな。法術ダメすぎる。やるんだったら竜騎兵なんですけど、まあか、これも馬術かな。騎馬3、騎馬3、統率90にして、かつ馬術をもう一人追加で、こっちはこっちで、こっちはこっちで馬が足りない。馬術に、そうそう、ちょっとあの一門を集めて、まず雪村ので、まあ簡単に90にできる雪村から90にしましょう。雪村をお姉さん入れて、幸せにございます。これに馬術3、馬術3に精度で4。これね、諏訪大社がまだ諏訪大社が早く復興してくれればいいんですけど、もう一人馬術を追加する。作兵衛、これとりあえず馬術5確保、馬術5確保で、駿府の内政進めたいから一応適当に埋めておく。すげえ適当に埋めておく。感謝いたす。高梨ない。ありがたいの。あ、そうですね、ここは
山村が確か、山村が一生懸命だよね。山村、本田。どうかお任せを。で、おじさんのところに本田。お任せください。で、掛川の信行もできれば統率90にしたいんで、親族を2人。矢沢。感謝いたすぞ。矢沢、矢沢で。恩に着ようぞ。これで、あれ足りなかった。足りない。足りない。あー、親族をどれか一つ外すと統率90切れちゃうし、馬術は一人しか入れられない。もう一枠あったらな。まあそのうち一枠増える城に移動することもあろう。攻撃、雪村、高坂、家康。よしよし。高坂のところにやたら馬が集中してるわけではない。あ、そうか、ここ牧場があるからかって感じかな。とりあえず形になった。増春上田。まあでも結局これ高坂、結局 どっちが馬やるかって話ですから。そうですね、確かに家宝か金があったらな。家宝で、家宝でいつでも上げられれば。よしだ。ああ、そうですね、そうですね。このガッチャガチャ動かした後はね、攻めておきましょう。一回受ける。上田遠いなこれ。上田がね、エースなんですよ、随伴の7戦。戦って戻るとすげえ時間があるんですよね、上田。東海道で戦ってると我らの拠点が攻められたよ。どうすか、金4戦。まあだからといって東海道攻め上がるしかないですね。東海道攻めるしかない。あ、駿府ね、早く大農村オープンしてほしい。駿府の農村をオープンすれば兵力がぐっと増えるんですけど。君たちは何をしとるんよ。あ、やっと最上が終わる。これ伊達がめっちゃ攻めてる。そうですね、流しの落としたいですね。城が攻められておるだと。じゃあ来とるんだよ。6400。よし、臨戦しよう。岡崎、上原城は3000、高遠城4000。これも出そう。おじさんはまあいいや。榊原がね、もうちょっと、榊原が出世したらおじさんが変えていいんですけど。駿府と掛川は火つけない。浜松も今がその時。あー、駿府と掛川変えれば確かに全然人の枠もちょうどいい。確かに掛川が馬術5、駿府が4なんだけど、これに1人追加できる。よいしょ。馬術、小笠原はあれだから、小笠原あれで、小笠原作兵、小笠原、いや小笠原片付けない。どっちでもいいんですけど、威風今日やるなら岡崎で威風今日やった、岡崎で威風狙いでいいんじゃないかな。
長篠絶対一緒に飛ぶと思うんで。わけで、あ、武士心得だ。そういえば僕武士心得とか入れたいんですけどね。あ、海上輸送も来た。海上輸送が来た。てか今までなかったんかい、海上輸送。兵糧収入プラス 10%。 承知いたしました。本当はね、奉行を増やしたいんですけどね。奉行言うてそこまで欲しいものがあるわけではないか。そうですね、武田だもんね。武田で初の交易校。うお、これ吉田大丈夫か。さすがに重いぞ。さすがに重いですね。正面の2部隊をなんとか早く倒そう。弾でかいね、ほんと。いつも1万超えをもう当たり前のように見るようになってきたな。何をする。お指図を頂戴したく。動くぞ、続け。この2部隊を素早く倒したい。我が前に立ち塞がる者らよ、ふだけ散れい。信孝、三助殿は寝返ったけど、いやー、法術来な、法術来な。もうほんと早くもがみ滅ぼしてほしいんですけど。命令をください。なんかね、 CPU の法術さ、微妙な不具合連射もあるのがね、また厄介なんですよね。試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。うわー、こずつ7かよ。的場で7。お指図を頂戴したく。マジかよ。頂戴したく。我が前に立ち塞がる者らよ、だけ散れい。お打ちを願います。こいつ痛すぎる。先方に手を押し通る。我が武略を持って。大久保長安が殴り合わなきゃいけないレベルだよ。それ無茶すぎんだろ。お命令を先方にて。くそ、そうなるわな。まあなるよな。財務庫壊された。命令をください。セラン避けやがった。お指図を頂戴したく。動くぞ、続け。あれ、いざ、アダブをこの戦場に連れ去る。これは落ちる。ぶさと。はっ、いざ、行かん。テルコバを避けた。ただ、それはただテルコバ範囲ではある。まあ、堀と的場は遠からず。もう、これテルコバが最後の切り札だな。信孝近づいたら鉄砲撃たれる。試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。それに厳しか倍。何をする。お指図を頂戴したく。まあ
そこそこまずい。こいつ。この前方にて。ここはすぐ壊れる。中に入ってきた。よし、でもまあ結構いい感じになってきた。これでもいい感じ、いい感じ。もうちょっとでイナバを倒せる。大久保が限界。動くぞ。続け。よしよし。イナバが倒れた。いや、あとはもう縄文に任せる。いやー、ちょっと危なかったですね。砲術さえなければもうちょっと楽なんだけどな。防衛全く織田の砲術が危険。滝川も明智も、いや豊臣か、滝川も明智もいないのに。金の敵が結構吹っ飛んだ。よし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 。もうまだっすか。まだっすか。もう一息にお願いします。おほう。おかり10万。おかり10万。でもね、本当ね、無印の時のね、時に比べればね、もうなんちゃないなんちゃない。思い出すんだ、無印の時の辛さを。上杉そんなに暇なら逆進行でもしてくれよ。こっちもうちょっとね、北条も、ああ北条あれですね、宵板城を籠城するっていう、ね、正しい作戦ですね。あの自分よりでかい勢力に隣接する場所をちゃんと籠城するようになってるよね。逆に自分の方がでかい時って全然籠城しませんよね。籠城してくれてもいいんだけどな。まあそれはそれで大変かもしれんが、こういう時ね、僕に対して豊臣が絶対籠城しないんですよね。お、よいた半蔵でしたか。金6000まで増えた。駿府の金山はこの梅ヶ島とやらにある。梅ヶ島チェック中あった。 80% の現在 62% な。 CPU は基本的になんかその戦線とか全然意識しないですもんね。もう一気に3000突っ込んで。任されました。よし。あ、ちなみに僕あれですよ、あのこの上杉ってあの北条に対して従属なんですよ。なのでね、もう上杉に対してできること何もないです。吉田修復した方がいいっていう話ね。手動緊急修復でも出てくれればいいんですけど。成し遂げてみせまする。7200の4100。ああそうね、上杉がいっそ吸収された方がいいっていう話か。確かに飯田城諦めて帰ってる。飯田諦め帰り、木曽福島も諦めてくれればいいんですけど。まあ諦めた場合はあの軍の奪還めんどくさ、あの軍の奪還がめんどくさいんですけど。
うわ、会場輸送。いやー、さすがにやりましたぞ。さすがに上田からの東海ラインはそう何度もできないですね。少し工夫を加えますかね。ちょっと、ああ本来ね、本来確かにこのルートでズボッと近いんだよな、本来は。でもこんな状況だから、でも防衛衣服が発生しそうにないんですよね。だからまあこうせざるを得ない。いやー、上から流しなんですけど、敵がぎゅうぎゅう詰めになってるから、上からね、城攻めは良き策か。飯田で防衛風が発生して上から流しのが手早いんですけど、なんかそうはいけないような気がする。結局ね、山の中で渋滞したりとかね、敵が籠城しないとか、敵が向上してこないとかね。でなんかこっちが行ってる最中にまた攻めが始まってぐちゃぐちゃになったりとかね。大規模長兵、城が攻められている。岡崎がまた、おお、駿府がついに駿府の大農村が動き出した。謹んで受けたまわります。出陣します。次はどのように。今回ね、僕の今出せる最大兵力を出して威風京都行きたいですね。岡崎で威風京出せば清須まで届くだろう。何をする。あー、いやー、なんかね、この僕ね、この山の中の戦い、山の中の進軍はね、もうあの雨子編でだいぶちょっと避けた方がいいなって実感したんで、城攻めに行く。なんかね、ほんとね、思わぬ引っかかりが発生するんですよ。我が部の見せ所。あ、もうこれ滅びました。やったあ、やった。よし、これでね、もう即消えたよね。これ出た舞台はダメ。そうか、出てる舞台はダメか。くそ、本日号残ってる。全部残ってるよ、残るよな。まあこれが最後の本日号。我が部の見せ所か。なんかね、本当山の中の詰まりはね、その距離詰まって動けないの、ずっとみたいな。みんな続け。滝川。いざ出陣。例えばね、今のここもね、多分ここら辺でまたなんか結構詰まるんですよね。いかにすべきか。城攻めよ。城が攻められておるだと。あ、しょい。ああ、そうですね。上原、確かにね、上原の開発は進め、ちょっと領内施策、次は上原ですね。79%。あの商業の方の領内施策だと比較的安いんで。勝負の領内施策1回ぐらいでもだいぶ違う気がする。これもう2つサービスプラス600。成し遂げてみせますぞ。おほう、大垣城。まあでもこういう狭い道で詰まりまくってるのが、なんか日本の戦場っぽくていいですね。城を落としに参ろうぞ。いや、すごい。いざ出陣よ。どうかご命令を。城攻めですか。戦場上限じゃないんですけど、大使の戦場上限じゃないんですけど、一応なんか大軍が不便なようにはなってるよね、場所によっては。でも結局一玉がでかければ同じことなんだが。
駿府モブ行きも5。お指図できれば駿府とか開発してほしいんだけど、そうも言ってらんない。城を攻めます、出陣します。攻めあぐねって帰ってますね。農村掌握ありがたい、お聞きください。農村掌握ありがたい、全うします。もうね、東海道のね開発が終わればね、もっと楽になるんですけどね。待っておりました。敵を叩くぞ。しばしょい。しばしょい。あ、そうなんだ。神父から神父は太い街道なんだ。しばしょい。邪魔だ邪魔だ。兵どもよ、陣を構えよ。邪魔だ邪魔だ。でかいってでかい。いやーまあそれくらいか。勝頼、雪村、滝川、大久保、あ海賊がね、海賊がね、誰かいたっけな。これ牙ぐるぐる回しましょう。いかにすべきか。次は雪村に変わって、雪村牙やってくれなかった。交代、もう一回待っておりました。あれー牙が出ない。もうちょっと余裕が必要だったのかな。あ、違う、5と5で総裁か。じゃあ滝川で。次はどのように。ご命令待っておりました。滝川がやるから、敵地を固めまする。ほう、敵を攻め立てん。我が部の見せ所か。はっ、いざ向かう。あ、そっか、これ足止めか。我が部の見せ所か。蹴散らしてくれ。おめでよ。こんなんため待ち。土地口を固めまする。じゃあ僕が密かに欲しいなってずっと思ってるのが、これより軒口を守らん。あの陛下ゲージ、裏へ我が鉄砲、メイドの土産に持って行け。2回目がいつ使えるかの陛下ゲージがずっと欲しいと思ってるんですけど、万全の敵を打ち払わん。なんかね、陛下ゲージがあれば明確だから、その少なくともマシンガンみたいなことにはならないんちゃうかなぁと。岡崎溜め込んでますね。あ、どこだ。諏訪だ。3000。来た。諏訪大社。諏訪大社は、なんだっけ馬牧場の建設条件緩和と、馬牧場の騎馬レベルプラス1。僕これがあれば牧場と厩舎があるだけでレベル5か。まあさらにね、馬術も取るべきなんですけど、いやー牧場増やしたいっすね。あとその牧場これのね、馬術指南の2を取って、馬術指南の2を取ってあっちこっちに厩舎作りたいなっていう。パパ遅れてる。うん、パパ確かに。ハイオールでいかにすべきか。めっちゃ溜まっとんな。めっちゃ溜まってるように見えてるけど、実際はどうだ。捕手3人。
が部の見せ所か。いや、うちなかなか保守的な。いや、これ後期武田は案外保守がいなかったような気がする。皆の者、戦の支度だ。ちょ、んこれか。ああ、正行が入れてないこの位置でいかにすべきか。城攻めよ、我が武を示す。この距離で入れないんだ正行。城を奪いに行こうぞ。813、皆の者、戦の支度だ。ここで入れてない。金山来た、金山来た。金山、わかりました。そう、こっちにずら、いやー、これもう、こ、いや、ここから離れると多分ダメだから。これどうなってる。あー、巻き、やっと巻き、あれ、敵が少ない。もうもうちょっと、下がるかっていうレベルなのこれ。ひどいな。ここ、この舞台しか止められてない。こっちは含めてるんだけど、こっちが含められてないっていうね。うえー、どうしようかな。一回ちょっと下がるか。いかにすべきか。こう。ここまで来てか。城を落としてみせる。ちょっとこのポイントで、このポイントで、11-9、粘りたいっすけど、一旦ちょっと離脱するわ。そう、中でいいような気もするよね。あ、10になった。今度は11にはできる。これね、三成がここまで来れば11になるんですよ。次の12が遠いのと、多分ね、中で岡崎長篠ぐらいは取れるから、もうそれで我慢するか。あ、いや、ごめん、ちょっと待ってね。これ2部隊か。2部隊ならこれ もしかするといけるかも。いけるかも、いけるかも。我が部の見せ所か。城を奪いに行こうぞ。ここで、ど、なんだ、なんで下がるの。なんで下がるんすか。なんで下がるんすか。いや、まあまあまあ、下がるんだったら前に行く。そうすると、なんか違うのが来てる。10-14、来たー。もう、ぐちゃぐちゃですけど、行けた行けた行けた。これが入れてないけど、いっか。いや、増進パスで。あとは戦場次第。あー、嫌な戦場。そして嫌な戦場。こっちが甘め、こっちが甘め。左をなんとか抜けたいですね。右は耐えのいって、耐え、いや、案外蟹才蔵が兵少ない、ね、
そうですね、敵の砲術全部、あ、後で出てきた部隊が混じってますね。確かに先に出てきた部隊は砲術5なんですけど、後から来た部隊は砲術がもう5ない。ちょっと敵の動きを見る。何をするか。はい、動くべき時は今ぞ。いかにすべきか。中央少し工夫を加えますか、ね、ここでおそらく攻撃取れる。お指図を頂戴したく。ああ、宮部がこっち来ちゃったか。左も、となると左もちょっと怪しくなった。続け、皆の者、進むぞ。左もちょい怪しい。待っておりました。中央がそんなかよ。次はどのように。進め、皆の者。しまった、中央がヌルヌルだった。お指図を頂戴したく。三成が三成が入り込んじゃった。お指図を頂戴したく。あ、なんか割かしすげえいい形だなこれ。あ、これ落ちたの真ん中。ああ、退却させちゃった。退却不要だったんだけど今。我が部の見せ所か。ご命令を下され。進軍じゃ、行くぞ。ご命令待っておりました。皆の者、進むぞ。このね、帰った273がね、どこから出てくるかで結構。敵も味方もなし。うわっしゃ、そっちだ。これでうまくすれば、うまくすればうまくなりますよ。三河武士とは格の如し。僕と見よ。じゃあ、爆散、爆散。はは。を守るのだ。余計な爆散が出て出ちゃった。だから2000ダメージ出た。我が部の見せ所か。我が部をこの戦場に示さん。少し工夫を加えます。どんどん敵陣に。よしよし、大阪が入れた。ご命令待っておりました。ここで一部隊帰って、この一部隊がそこから出てきちゃう。でも大丈夫大丈夫。ダブリーダブリー。いかにすべきか。中央城が限界。だから正行刺さった。中央城が撤退。いや、これはここいいし。よしよし、優勢です。消えに行く。はい、要所を手に入れる。続け。これで勝ちか。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。よしよし。なんかやたらやたら本陣の守りが甘かったですね。いやー、ついに東海でいい風景来ましたね。網にかかったか。縛り上げよ。なんとありがたい。これで、いやー、我慢した我慢した甲斐があった。音に聞け、我らの勝利を。わほい、安城城まで行った。何ですと。おお、ただこれ安城城って、いや、これ上岩村がね、めんどくせえ位置入っちゃったよな。岡崎は安全地帯、安城城は岩村隣接、鳴海安城隣接2つ、長篠も前線。
岩村落としましょう。岩村落として、長篠、飯田、岡崎を安全にしたい。いやー、敵武将の動きね、わからん、正直。多分ね、あんまりルーチンに差はないような気がするんですけど、とりあえず、鳴海籠城したいな。二股の籠城セットを鳴海に移して、また籠城セットを鳴海に移す。感謝いたす。二股籠城セットを外して、で、岩村落としちゃいましょう。鳴海、ここはまあほぼほぼ上から全力かな、位置的に。上全力、材木強化、人事路で時間稼いで、青楼、材木、砲台、いい砲台。よしよし、いい形。あ、左ルートもあるな、これ確かによく見ると。左ルートは、左ルートにこうかな。この砲台がたまることはなさそうな感じがすんな。青楼、人事路、いやー、まあ、あの、人いじらない、あ、そうか、僕、今まさにちょっと人をいじろうとしてるんで、ちょっと、今落ちると困る。これで、内政的には岡崎はもう、ひどいもんだ。長篠1500、吉田は構わない。二股2700。基本的にはもうぐちゃぐちゃですね、どの城も。このまま、我が部の見せ所か。このまま岩村と言いたいんですけど、そんな米があるかどうか。ご命令をください。米が結構怪しいぞ。ね、本当はね、領内諸作とかガンガン入れたいっすよね。二股長篠岡崎。ねえ、イフで取ったのにね、ほんと。小田がね、直しきってないんですよね、まだ。顎の渡辺もいいかな。どうかお任せよ。渡辺森綱。柴田とか入れて。お前の喜びにござる。そうですね、でも範囲外になっちゃってますね、いろいろ。恩に来ようぞ。お前の喜びぞ。で、長篠、榊原をそろそろかな。岡崎出力3600ね。安城城が4100。安城に榊原入れるか。おじさんがおじさんがすげえ弱い、弱くなっちゃう。城主対象特になし。ありがたき幸せ。おじさんちょっと大幅パワーダウンなんで、おじさんの PK 入れてやりたいですね。まあ、そうですね、次はな、あ、いや、いそうですね、威風狙えるんだったらね、名古屋なんですけど、どうだろう、今この瞬間で威風狙えるかどうか怪しい感じがする。長篠も入れても、これ当分開発すまんだろうから。妖怪の喜びぞ。
おじさん外交官で、いやーこれね、不可思議とかアホみたいにこれ軍が多いところもうめんどくさくなっちゃうんですよね。これもう身分高いおじさんがガーンと入ってきたい。まあでもよく考えたら不可思議ともなんか動く気配がないな。これ不可思議の兵力2700、西野はね吉田を守ってる。大事な大事な吉田城。で岡崎を酒井は今飯田城守ってる。榊原は安城に入った。光力は前線守ってる。テルコ安藤いいんだけど、スペック的にもあの正路ばらまけるから大丈夫かな。あでもだからって籠城したい場所ってわけじゃないんだけど。ああそうね、吉田が左ルートだけになったね。確かに。じゃあ安藤にでもしときましょう。身分的に片付けない。一緒はだいぶ使っちゃった。武田信勝はね入れてないんですよ。あれ天目山に行く前に死んじゃってますよね。僕の霊力知識によると穴山に暗殺されちゃったんですけど。感謝いたす。あ、桃地とかいいんじゃん。ありがたいの。よし、じゃあとりあえず一回入れた。電波制はね、基本僕はなんかこうあまりなんですよね。むしろどっちかっていうと、あの軍団のために欲しいかなっていう。軍団使うようになったら。よしよし。二股の櫓をぶっ壊して。多分ね、電波制取って範囲が1増えても多分1600の出費に、見合わないかな。これでいい。よしよし。そう、電波制、まあそうですね、もうちょっと城の密集地点だとね、こういう一方向に伸びてるときは微妙なんじゃないかなと思う。場所によると思うよ、電波制。精神性お使いします。なんか今この瞬間だと割に合わんと思う。まあ、実際問題は仮に電波 1と2まで取ったとしても、今範囲に入るのがこの城では仕方がありますまい。下位電波1って下位電波1岡崎範囲外。まあそれこそ機内、まあ僕は基本的に軍団使うようになってからかなっていう。電波制は3部隊なんか久々の基礎復しませんですね。それより軍事性が欲しいよ。軍事性が、お指示。はい、ご指示。兵らへ久々の基礎復しな。皆の
でかい。そして砲術庫が残ってる部隊だ。ここちょっと諦め。鉄砲5を食らう。ここは食らっても構わない。動くべき時は今ぞ。噛まないって言うと、と思うと出ないっていう。くらえ我が鉄砲、リードの土産に持って行け。今こそ我が戦闘により勝機を見出す時。よしよし、空気発生してる。これがちょっと間に合わなかった。飛行しております。そう、もうまだまだ最上の砲術が残ってるっていうね。さすがにそろそろ、さすがに最上流砲術の加護もこれまででしょう。福島守った。よしよし、なんたることよ。で今岩村進軍、岩村に向かって進軍中、絶対米が足りなくなる部隊が多数出てくるんで、増進はもうあかん。もともと小物の部隊だしな。大久保忠隆も次はどのように。ちょっとここでストップ。そうですね、飯田君めんどくせえことなってんな、これめんどくせえめんどくしゃーい。お指し図ミニシューでも仕事させよう。伏せてくれる。あれ、これ だいぶ動揺が響いてるけど、今名古屋イフはダメですね。多分まあ無理なんで、やっぱり岩村かな。あー、岩村としたら軍帰ってくるね。岩村調略破壊、やり遂げてみせましょう。ちょっと一旦ストップ。少し工夫を加えますかな。ちょっと待つ。いかにすべきか。我が部の見せ所か。ご命令をいただきたく。ストップ。お指し図。いやー、帰る。僕ね、今ね、ちょっとね、むき出しの場所が若干多くて。さっさと敵に二社地は渡さずやってしまいたいと思ってるんだけど。どう？やりましたぞ。あ、破壊もう一発投げてくれた。ダブル破壊。任されました。諏訪が来ましたね。これで牧場もよりはかどるというもの。好きに生き、歌舞伎、それでこそ人生。そうっすかそうっすか。集まってきた。でもこの集まりは名古屋に対する反応を、残り47日じゃあ行っていいかな。我が部の見せ所か。3人も土方本田、いいもみあげだ。松平忠義、ああ死ぬか。そうですね、ちょっと早くも兵糧がダメだこれ。
そうだ、骨董大好きなんだ。これはそうですね、家康がいると本当いっぱい来ますね。少し工夫を加えますかね。すげえ詰まりそうですが、いやー、今言っても詰まっちゃうなと思って、結局詰まっちゃってるし。思いつきましたぞ。わーい、豊大好き。城攻めを始めよう。そう、これがね、2部隊ずつっていうのがね。だから破壊がそろそろ、にゃーん、15万アンド3万。この矢印はですよね、安城城とか内側に入ってきちゃうよね。だからこそ岩村を急いで落とす。そんなそんなところ牧場ね、作りてんですけどね。そんとこ承知つかまつった。そろそろ破壊が3。頂上よしよし、スープでさらに農民。わかり申しました。こうもうちょっと皆の者、戦の支度だ。敵ながら見事城攻め。よしよし、足遂げたり敵将ぞ、縄をかけよ。ほんと米ですね。ほんと米がないで、どうかご命令。まあ不要だったんですけど、これどうかご命令を。城の上に乗っかって、で飯田の籠城セットを岩村に出したいんだが、守りきれるか、こんな兵糧切れ寸前で。4部隊残す。お命令を。4部隊でちぎっては投げ、ちぎっては投げするしかないですね。真田たちがもう限界なんだよな。まあ籠城設定するか。頑張る頑張る。ちなみに岩村はというと山城だよな。ガチ山だから、実はあの飯田の工作セットがあんまり、飯田の工作キット、まあ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 、あーでも基礎福島は基礎福島でもうバシッと決まってるから、で基礎福島にもまだあと来ますし、せいろが少なくともせいろが2つ、あ2つね2つねえし、せいろが2つね。雲ありがとう。これで岩村は2方向かな、こっちから来るっていうテクニカルなことをやらなければ、いや上から無理か、まあ基本2方向だと思う。交差微妙、正路正路、ですね。岩村は西からの攻撃に弱いな、東からには強いんだけど、どうすかな。まあ正路でいっ
か。ここの工作はまあこっちから来るやつにちょっと足止めできれば。よいしょ。そうですね。こっちルートもある、まあこっちルートもあるのか。ちょっと待ってね。ああ、こっちも全然こっち来られますね。だから3方向か。いやこれさ、片方の片方からの守りに強くて片方からの守りに弱いとかいうのいいですよね。まあじゃあ逆にこう工作で構わないのか。人次郎工作、うん、材木庫が欲しくなる位置だけど、どうせこっちから殴られちゃうし、ここに置いても材木届かない。そう、修復する金がない、売っても足りない。あ、もう少しで収入なんで、そしたら入る。まあちょっと岩村籠城するのにやや守りにくい感じしますね。いいだいいだ、滝川がまだ健在。飯田、飯田出力5700で確か馬もある。じゃあ割かしいい武将を入れていい場所ですね。5700いい武将って誰だよって話なんだが、星名、ああ星名とかね、上司にしたいな。基礎福島の守りそうで、ちょっと整備しとこうか。星名とか上司にしたいな。いやすな、これね結構ね軽力なんですよね。広告時兵力6300、ここより先に6300も出力できるところがあんまりなくて、ないんですよ。ほぼないっていう。ないんだよなないんだよな。ここもね出力6300だったりするんで、まあ飯田を千代城にするにはありかな。千代介前進、いやー内政軍団作るにはまだかな。よし、じゃあ千代が前に出た。あー、あと小山田さんな、そう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 、小山田さんに返そう。なんとも無念、あ、無念無念無念でござるか、無念でござるか。いやいや、お前岩殿に帰れよ。あ、馬術か。もったいないっちゃもったいないんだが、いや岩戸のねまだね全然前線なんですよ、この位置。こっから6000出せるのは結構でかくて、そうですね、どっちかというと実は小山戸の方だったんじゃないかなって。飯田牧場開けるからもう少しで。あれ、あ、まだ開けてないのか。まあ今はいいや。じゃあとりあえず古いやつか。お金が入った。我らは名誉よ。お金が入った。お金忙しい。修復。修復して。任されました。いや、ダブルで入れないとあれかな。ダブル必要。緊急修復出てない？出てる。考えが。お金が足りません、うん、米を売る。
そう、コーニーだがね、金収入だいぶ増えてるんですよ、プラス4000って。そう、常に小銭しかないですよ、ポケットに。金収入はあるんだけどな。だからそろそろこれね、コインガのね、次入れてもいいはずなんですけど、もう入れよ。それでよい。本当は馬術も入れたいんだけどな。いや、そうそう、破壊とかでお金使っちゃったからね。この4人がいれば、勝頼、家康、雪村、信豊、信豊、どうかご命令を。はい、皆城へと引き返せ。そう、先に兵らよ、こう進めるぞ。サンプの鋳造所忘れてる僕。嬉しきことよ。バント金ない金ない金がない、作る金がない。グエー、持たんな、持たん持たん。どうかご命令を。この4人で戦って、この4人で頑張ろう。少し工夫を加えます。まあ、伸びても帰る、はい。城へ戻ります。これまでか。下がる。あ、やべ。国主が取った。この4人で。この4人で頑張ろう。飯は溶けない。近づくものあれば。どうかご命令を。これで接触して、うん、この場からのスイッチにも、この場からのスイッチで飛び出してもいいんですけど。僕が操作見せたら即終了なんですけど、でもちょっと欲しいな、スイッチ。スイッチの鋳造所作りたいんだけど、吉田がもうこれ支援なしでいいか。いや、心配になるな心配になるな。支援なしもどうかな。二股。ええ、出陣する。岡崎、そうですね、大至急で。お指し図を頂戴したく。騎馬三。お命令を。皆続け。お指し図願います。2部隊追加。出陣する。はい、動くべき時は今ぞ。うわー、3名3名軍団計略か。気がつけば毛利がもうない。秀吉軍、細川軍、蒲生軍、黒田軍。いや、いいですね、この黒田長政が中国まるっと治めてるとか、そういうやつ。黒田助水、僕蒲生軍と黒田助水軍とここ戦ってるわけです今。あ、維新250でお金をもらえるかもしれない。よし、陣を構えよ。これうまくすると次回エンディングですね。もうちま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 着実に進んではいるんで、次の一区で、まあ岐阜までは無理か。ご命令をいただきたく。そこまでは無理かな。まあでも、籠城で敵の進行を抑えながら威風強を狙うっていう新生 PK らしい戦い方だな。
少し工夫を加えますか。来るのかな。勢いが上回っている。来るのかな。我らが動く時ぞ。こっちに来たら、ただ正行の混乱をぶち込んで、ご命令待っておりました。要所を手に入れん。皆の者、退路を塞ぐぞ。敵も味方も。よしよし。皆、我が手のひらの上で踊るがいい。ご命令をいただきたく。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。少し工夫を加えますか。少し工夫を加えますか。さすがに下がった。我が優勢です。お指図、ご命令をいただきたく。とりあえず一つ撃退したけど、あとどれだけ、あとどれだけ来るんだ。そうですね、ゴーとかマーとかなんか見たことないですね。あんまり信長の野望シリーズにいないか。ゲーでっか玉ばっかり。次は稲葉一徹と渡辺勘兵衛。これあれ、安城城、あ、これ名古屋から来れるのか。安城城マジか。しまった。これね、安城城に思ったよりたくさん来てんな。これ面倒っすね。ちょっとロールが、確かにこの軍が安城城で、この軍は名古屋城だから隣接になるのか。うげーここも持たんですね。そうか。いや、まあ岩村でいずれ落とさなきゃいけなかったんですけど、ここがつながってるとはな。名古屋落としとくべきだったな。まあどっちも落とさないためだったんですけど、まあここまでかな。ちょっと構成が若干ちぐはぐ感あって守れるかな。いや、なるみもせっかく籠城できるようになってるから、ここはここでくさびとして置いときたい。安城城は安城の部隊がすぐさま帰って、安城も籠城しちゃうか。一瞬で先行でね、国衆2000はすぐ倒せるんですけど、後から来てる4000も倒せる。1万と8000、2万か。後から来てる2万をどうするかだな。と悩ましいとこなんですけど、まあ次回の宿題ですね。そんなわけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。今日は無事でもないんですけど無事でもないんですけど、予定通り東海道7条と岩村を落として8条に進んだんですけど、全然安定感がないな。どっかでイニシアチブ取って、あ、でもあれか、あの、イーダルート走れるようになったから、若干前には出やすくなったかな。そんな感じじゃ。それじゃ、続きはまた明日。で、今日は最後に、ロストアイドルにはしごしますんで、はしごされ方も引き続きよろしくお願いします。で、一旦放送を閉じます。皆さん、お疲れ様でした。